ハローハロー、おはようございます。トランスジェンダー弓道家の周りでございます。よろしくお願いいたします。前回ですね、国体選手になるにはという感じでね、こちら動画を上げさせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私の、考え方の違いと、やっぱりその勝負の世界で、活躍するということの大変さ、そしてそこで私は活躍できないと言われるエピソードがあるんですけれども、やっぱりね、誰しもその弓道の試合とか審査とか、出場するからには勝ちたいっていう気持ちすごく多いと思うんですよ。で、私もね、なんやかんや言いながら国体選手で戦力外を言い渡されたものの、やっぱり試合では活躍したいっていう気持ちはなくはないんですよ。なくはない。で、やっぱり優勝したいっていう気持ちもなくはない。欲を言えば優勝したい。優勝したいけど、そこまでの人かと言われたらそうでもないとも思ってる。でも私は、まあ、今回ね、試合や審査で結果を出す方法ということでお話を進めていくんですけれども、今回お話しするのは誰もが優勝を勝ち取る方法であったりとか入賞を勝ち取る方法であるとか、そういった話ではないです。初めに言うときます。そういった話ではないです。そういう話を期待されてた方はブラウザバックしてください。今回お話しするのは、まあ、試合や審査で結果を出す方法、結果です。結果っていうのを、これすごく大きなワードなので、ちゃんと注意して聞いておいてほしいんですけれども、ここからね、まず結果ということについてお話ししていきます。私が言う結果っていうのは練習の平均的中率、みんな出てると思うんですよ。平均の的中率 60% の人とか、まあ、50% の人とか、まあ、70、80、まあ、いろいろパーセンテージあると思うんですけども、練習の平均的中率を試合で反映させる方法です。これが大きな違い。結構ね、その旧暦浅い人とか学生さんとかも多いと思うんですけども、試合で結果が出ない、要は試合で活躍できなかったっていうのが、要は結果を出せなかったっていうことだと思ってる人多いんですよ。違うんです。練習の平均的中率を試合で出せなかったことが結果を出せなかったっていうんです。これすごくニュアンス、難しいんですけども、やっぱりね、でもやっぱ高校生大学生って、もうその高校弓道大学弓道期間が短いですから、一つの試合に対してやっぱりどんな試合であっても取りこぼししたくないっていう、優勝したいという気持ちすごく強いと思うんですけれども、ただやっぱりそこで闇雲に優勝を狙って、自分が例えば 60% ぐらいの的中率だった人がいきなり優勝を目指して試合に臨みました。でも優勝できませんでした。ああ、やっぱ優勝できんかったかって思うのと、 60% の人がそれ相応の的中を出してよりその改善点を見つけられるのかって言ったら、やっぱり大きな差ってあると思うんですよね。でも私は試合や審査で結果を出す方法、まあ、もちろんその気持ちの裏では優勝したいなーとか入賞したいなーっていう気持ちはもちろんあるんですけれども、何よりも練習で出してる的中率を試合で反映させることを目的っていうか、大事にしてます。もうちょっと詳しく言うと、練習での平均的中率が 60% 前後の人だったら、例えば試合で発射する試合あるじゃないですか。発射するとしたら発射5中が妥当なんですよ。これ同じなんです。発射5中だったら的中率で言ったら 62.5% なんですよ。じゃあ練習で 75% の人が試合、発射の試合で結果を出そうと思ったら、発射60が妥当なんです。練習で 87% ぐらい、まあ、90% いかないぐらいの的中率の人が試合で結果を出そうと思ったら、発射7中が妥当な数字なんですよ。結果的に言ったら。これが練習と試合で同じ結果を出すということなんです。よくあるじゃないですか。練習は試合のように、試合は練習のように引くっていう言葉。私はこういうことだと思ってます。練習で出した平均的中率を試合で反映させる。じゃあ試合で反映させられた的中率っていうのは練習で反映させる。これがその言葉の本当の意味だと思うんですよね。じゃあ例えばこういうシナリオを考えてもらいたいですね。平均的中率、練習での平均的中率が 60% ぐらいの人が発射する試合に出ましたと。じゃあ6射した時点で5中を記録しましたってなったら、5本当ててるんで、的中させられてるんで結果は出してるじゃないですか。
じゃああと2本余ってる、2本余ってる中で的中を上積みできるのか、これだけでもやっぱり経験値っていう差では試合で試したことって練習でもやっぱり大きく活かせると思うんですよね。 60% の人が 60% の的中率を反映、結果を反映させて、なおかつ焼かずに余裕があった状態で自分がやりたいことを試す、もしくは自分の的中の上積みに挑戦する権利っていうのを勝ち取ったのと、これってすごく大きなニュアンスが違うと思うんですよね。ここがすごく大事なポイントなんですよ。だから私は的中率、平均の的中率っていうのをどんどん上げていくようにしますよ、その練習でのね。だから試合に行ったとしても、その試合、練習での平均の的中率 60% なら 60% の的中率を試合で出せるかっていうのをずっとやっていきます。だからまあ極端な話言うと、平均以上の結果は諦めてくださいまあぶっちゃけ言うとね。だから結果っていう意味を履き違えないでくださいっていうのと、あと自分の実力を履き違えないっていうことが一番大事かなと思います。高望みすればするほど挑戦できたものに挑戦できなくなるんですよね。やっぱり自分の練習での平均的率が 60% だと8社5中を目指すのが妥当なんですよ。逆を言えば3本外しても平均に収まるんです。ここをね、やっぱり持ちようっていうか、そういったものでも大きなアドバンテージになってます。気持ちにも余裕が出る。平均的中が 60% の人だったら8社の試合で3本も外せるっていうことでね、大きなアドバンテージになるんじゃないかなと。優勝しなきゃ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 って思う、追い詰めていく気持ちももちろんね、いい方に左右する人もいると思うんですけども、大体潰れます。私は潰れました。で、後輩も何人か潰れてます。それで、で、私の知り合いも何人かそれ潰れてます。いつも優勝を目指して練習に、試合に臨んでるけれども、大体あのボコボコにされて帰ってきてます。でもある日私がその後輩とか、まあ、こういう話をしたんですよ。お前の平均的中率は 60% じゃないから8社5中を目指さんかいと、高望みするなと、あの自分の実力っていうのをわきまえろって言ったら、めちゃめちゃ楽になって、そこからねすごくいいサイクル回り出したんですよ。やっぱりその自分の身の程という実力っていうのを思い知らされた、受け入れたっていうことで、やっぱり練習の仕方とか、試合に臨む気持ちっていうのもだんだん落ち着いていったんですよ。だからその大会とか試合に気持ちに追われることもないし、自分がその責任っていうのを必要以上に背負わなくていいっていう、こういう気持ちがねやっぱり大事だと思うんですよね。で、練習通りの結果を望むのであれば、誰よりもそしてどこまでもリアリストでいてください。試合で優勝しようと思ったら平均的中率を 90% まで上げてください。これが優勝する方法です。試合で結果を出す方法は平均的中率を試合でも出してください。現実的じゃないですか、これの方が。だからリアリストでいてください。これが結果を出す方法です。参考になったかどうかで言えば、参考にはなってないと思いますけれども、いつも試合で気負って気負っていてた方からしたら、もしかしたら何かヒントになったのかなと思います。はい、今回の動画は以上になります。結構ね、現実を突きつけたような動画になってしまいましたが、私はこれで、入賞何度もやっております。だから優勝できないんです。私の的中率っていうのはだいたい 80% ぐらい、だいたいね8社7中なんですよ。やっぱりその成人の大会とかで、ね、国体選手とかもちろん出てくるから、そういった人たちに勝とうと思ったら、やっぱり 90% に的中率乗せないと勝てないんですよ。そういう人たちに挑戦権を得られるのって、やっぱり練習で 90% 乗せないと無理だし、だから私は優勝してないんです入賞はしてます。やっぱ入賞のラインって大体8勝6勝とか7勝じゃないですか。だから私は入賞はあります。優勝はないです。ここが私の中での今回のお話のエビデンスです。以上になります。この動画は多分いいとは思いませんけれども、いいなと思っていただけましたら、グッドボタンを押していただいて、 Twitter、Instagram、そして Vlog チャンネルの登録よろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。